何から話すべきか、何を伝えるべきか、この目で見たこと、耳で聞いたこと、心で感じたこと、星のこと、運命のこと、仲間のこと、すべてお前たちに語ろう。魔法都市ミッドガル、その巨大な町を支配するシンラカンパニーは、星の命であるライフストリームを吸い上げて魔法をエネルギーとして浪費し続けていた。星は悲鳴を上げていたが、その声に気づく者はほとんどいなかった。そんな中、星のために立ち上がる者たちがいた。反神羅組織アバランチ。彼らは神羅の強化兵士ソルジャーだった男クラウドを傭兵として雇い、一番魔鋼炉を爆破する。魔鋼炉爆破の被害が広がる八番街で、クラウドは花売りのエアリスと出会う。差し出される黄色い花、花言葉は再会。そこから運命は大きく動き出す。アバランチは一番魔鋼炉に続き五番魔鋼炉の爆破を目論む。しかしそれらは全て神羅の手のひらの上だった。神羅は巧みに人々を騙し先導していた。アバランチは7番プレート落下という未曾有の災害を引き起こした実行犯にされてしまう。大切な仲間を失い、皆が絶望に打ちひしがれる中、エアリスは神羅と取引をし自ら囚われの身となる。エアリスは星の開拓者とも呼ばれる種族セトラの最後の生き残りだった。神羅はセトラの伝承に残る約束の地を見つけ出そうとしていた。そのためには彼女の力が必要だった。クラウドたちはエアリスを救出するべく神羅ビルへと侵入する。実験サンプルとして捕らわれていた私も彼らと合流し、研究施設からエアリスを助け出す。そんな我々の前に最強のソルジャーが姿を現す。伝説の英雄セフィロス。死んだはずの宿敵は極秘実験施設に保管されていた全ての始まりであるジェノバの遺体を奪い去る。神羅ビルを脱出したクラウドたちはハイウェイを駆け抜け、神羅軍の追手を振り切る。再び姿を現す宿敵。その時、耳をつんざく絶叫が響き渡り、運命の番人であるフィーラーがミッドガルを覆い尽くす。運命の壁を前にエアリスが告げる。ここが別れ道だと。我々はこれまで歩んできた道のりがフィーラーによって守られていたことを知る。そして決断の時、壁を越えた先で我々は運命の番人を取り込んだセフィロスと激突する。仲間の思いを乗せたクラウドの一撃が運命を切り開く。戦いを終え、運命のレールから外れた我々はミッドガルを飛び出し、道なき荒野に立っていた。そしてここから誰も見たことのない新たな旅が始まる。
观众朋友们大家好，欢迎收看老戴解说的《最终幻想七重生》。游戏发售于2024年2月29日，首发独占于 PS5。 游戏的类型也扩展成了开放世界 RPG， 可以说是诚意十足。故事延续了《最终幻想七》的重制版。游戏上线后 MC 平均分达到了93分，我在玩了几十个小时之后，对本作也有着很高的评价。现在观众朋友们所看到的画面是《最终幻想七重制版最后碰到了早く来い、クラウド。サフェイロス。ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在、ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔航路爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局はシンガーカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンガー勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中のウータイの関与も視野に入れて引き続き調査するとのことです。片头的这些画面采用的是预渲染的 CG 动画，而接下来将转场为即时运算的画面。游戏机已经进化到现在的这种程度，采用了 SSD 进行读取，也使得转场更加的丝滑。而现在游戏的画面即时运算和预 CG 渲染已经不大看得出来了。游戏的录制我采用的是 4K30帧，性能模式画面有点糊，但是在看视频的情况下，我选择的这个模式是最适合你们看视频的。现在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。魔航路爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだって。俺は何かの爆発だって聞いたぜ。竜巻で爆発したんじゃない。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイではシンラ軍によって捜索が進められています。行方不明者1名、はい、そっち元総者大型の剣バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。おい、こっち救護班に連絡しろ。回収対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。ご覧ない方面に落としろ。お前らは行くよ。逃げ。悪い。
すぐ戻るから、こいつ見てて。俺の友達、魔法中毒。ちょっと！扎克斯救了克劳德，但是爱丽丝一行被直升飞机运走了。现阶段我们操作的角色扎克斯，此时的扎克斯身上啊是看不到血量的，然后背着刀呢是克劳德的克洛德。直升飞机掉了下来，按方框键可以进行普攻，每一个角色的三角键为特殊攻击，攻击的方式和机制都有所不同。比如说扎克斯三角键为蓄力攻击，前面也说了，此时的扎克斯看不到他的血槽，起手就是让我们大概熟悉一下游戏的操作。序章到这儿就结束了，而下一集将开始游戏的正式的第一个大章节，我们下集再见。